Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yusuf Nugro, masih di channel Way Games. Yuk kita lanjut lagi ya, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Oke, langsung saja saksikan, cekidot. Oke guys, yuk kita mulai ya. Ultimate Adventure. Oke. Kita ke sana guys. Bersama dengan Killer V. Mau menuju ke tempat perang ya. お前をずっと見てきたな、ナルト。お前はいつも甘い。珍しいじゃないか、キュービー。お前の方から話しかけてくるなんてよ。いよいよ寂しくて話し相手が欲しくなったのは分かったけど。今は忙しいんだ。後にしてくれ。お前は戦争を本当に一人で片付けられると思っているのか。そりゃ無理ってもんだ。 お前がいくら張り切ろうと、そういう話は戦争の後だ。じゃあな。仲間が殺されればそれに伴う憎しみが生まれる。そうなる前に相手を全て倒せず、どの道相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。それを全て受け止められると本気で思っている。お前もいずれペイン・ナガトのように 憎しみに囚われるぞ。この戦争がお前をそこに近づける。いつまでも俺を舐めてんじゃねえぞ。じゃあ、甘いのだ。もう戦争は始まっている。負傷者も多く出ているはずだ。その分憎しみもな。そもそも、お前のそばにいたサスケは ずっと憎しみにとらわれていた。だがそのサスケもお前がどうにかできたことがあったのか、よく思い出してみろ。幼い頃からお前はサスケの憎しみを感じていたはずだ。同じ犯人いたとしても、長い時を同じくしてお前はサスケの憎しみを消すことができなかった。 それどころか逆にやつの憎しみを。こっちあんやつ負けっぺ。いやいや、サスケ。つまり、お前は誰であろうと憎しみを消してやることも受け止めることもできやし。で、話は終わりか。なんでやったろ。俺が落ち着いて何もしねえとか、そうなりゃお前の思うツボだもんな、キュービー。おい。 お前こそ甘いんだよ。なんでお前はサスケ一人救えてもいないのにそんな強気でいられる。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつ。<笑>あのチンチクリンが随分と盾つくようになったじゃねえか。<笑>なあキュービー、 俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。俺は散々苦しめたお前だけど、憎しみに振り回されんのがいい気しねえのは俺も知ってっから。お前はバカか。わしはキュービだぞ。チンチクリンにどうこうされるほど落ちぶれちゃいねえし、わしは憎しみの塊だ。<笑>あ、これでラストポーランドプチアン。俺はチンチクリンじゃねえし、 そっちの方がやりがいがある。じゃあな。じゃあな、ユーピー。待ってろよ。どうした？なんでもねえ、こっちの話だ。ん？ビーノちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。オーケー。
した。何かがこっちに。ada sesuatu yang mendekat. おまかともが。おお。No, brother. Brother. お前らを止めに来た。これ以上先へは行かせん。これがキュービのチャクラをコントロールした姿か。Mantap ya. やってのけたな。ナルト。ブラザー、ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する。大概。何を言っている。お前たちを守る戦いだぞ。お前らが捕まれば。この世界が終わるんだろ。イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大バカかお前らは。そのせいでみんながやられんのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったって、そんなの意味ねえ。俺は嫌だ。世界が終わるよりマシだ。みんなそう思い、お前を守るため犠牲覚悟で戦っている。そのことを知って自分だけ傷つきもしねえでじっとしていられることを人間できちゃいねえんだよ。死の子の言うな。お前は行かせん。つなぎのばあちゃんなら分かってくれるだろう。俺がこの戦争を止めてみせる。行かせてくれ。今は忍び連合の参謀として動いている。お前を止めるのは連合の意志だ。おかげといえど私一人が別行動を取るわけにはいかん。分かった。ばあちゃんの立場上そりゃ仕方ねえよな。なら無理やり行く。おお、ディアッタサバレイカケや。かえな。忍びでわしより早いやつはおらん。四代目ホカゲがいなくなってからな。父ちゃん知ってるのか。手合わせは幾度としたものだ。あれに勝る忍びはいないとまで思わされる男だった。聞けばあやつは木の葉の三人、ジライアに予言の子、救世主だと言われたそうだ。だが救世主ならなぜ今この危機的状況でいない。やつはキュービ事件で失敗したからだ。そこからお前は息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そんなんで父ちゃんを知ってるって語るな。元気な産声と一緒にあなたが生まれた。ミナトはその時、俺も今日から父親だって泣いたのよ。それからね。そして里からマダラとキュービを遠ざけたの。力のすべてを使って。強すぎるキュービのチャクラを半分己に封印して、世界の変革、それに伴って起きる災いのこと、マダラのこと、それを止めるのはこの子だと。父ちゃんは全てをナルト、あなたに託して死んだの。あなたを信じきって。四代目ホカゲは失敗なんかしてねえ。もしどうしても行くというなら、この場でお前を始末してでも止める。な、おい、ライカゲ。ライカゲ。そうすればキュービ復活まで一時の間時間が稼げる。敵も計画を先送りせざるを得なくなる。命が惜しくないようだな。待って。いい、お前。そういうことなら八尾の俺が死んでも同じ。そうすりゃ敵の計画とやらも台無し。ナルトが行けるよう俺の命を通し。 B のおっちゃん、お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ、大バカどもが。まあそうかもしんねえが、俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる。心意気、それをなくしたらただの兵器。ただの兵器。お前たちはわしの言うことを聞いていればいい。完全に頭に血が昇ってやがるな。今はまともに話を聞いてくれねえぞ。ブラザーを抑える。ハッツァ、力を貸してくれ。
派手にやりすぎるなよ。お前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだからな。青いよ坊ちゃん。大人の俺様、少年版。おお、ラワンレガケに手を出すな。B、貴様このわしに手を挙げるつもりか。俺もナルトも負けやしねえ。自信。それが分かってる。俺たち自信。いくらへりくつをこねようと、お前たちを自由にはさせん。わしを力を持ってここで止める。力があっても止められねえ意志がある。それを見せるぜ、俺様が。Oke. Langsung start battle ya. Jaga nyawa 40%. Sentou kaishi. Ikura plaza demo. Te wa yo wa yarasene te wa iyo. Nanze soko made kyuubi ni katai desu no da. Mantap ya.そこまで突き動かす。俺の中にはいろんな思いたくさんけど、一番重い思いはブラザーから比べたの。お前は俺にとって特別な存在だ。俺たちは最強タッグ。あとかなどんラリアン言葉は宝物だから、貴様は強くいられる。ガンディアンブラザー、いつの間にこれほどの力を。ブラザーは俺の実力を見誤り、最後はごめん。あと、かなりありゃあ、ラクドン。ウィー、だかっか。大体、相変わらずむちゃくちゃなやつだな。けどお前も負けてねえ。飛ばしちまえ、B。おら、かなかん。こいつで決めろぜ、ブラザー。おお、カモン、ブラザー。ラリアット。Mantap coy. Baka na. Mada mada ore no risou to suru lariatto ni natte nai. Tokku ni risou o koete ru ze, brother. Aku sudah melampaui mu, brother. Taisetsu na mono ga aru kagiri, zettai ni shinanai. Sore ga brother to no chigiri. Oho.お前いつの間にここまで。俺もナルトも人中力だけが力じゃねえからだ。もっと強え力になる元が入ってるこの体。八尾をもらう前にブラザーからもらった。俺個人として捨てられねえ言葉。それさえあれば強くいられると信じられることのほか。八尾をもらう前に。そうか、あの時真実の滝の前で言ったあの言葉か。やっと気づいたか、バカ野郎この野郎。バカ野郎この野郎、バルサダルカムヤ。たったあれだけの言葉で強くいられるというのか。里や国にとっての俺だけじゃねえ、ブラザーにとっての俺だ。だがブラザーは俺を守ろうとするあまりの気遣い、俺の力を信じなくなっていった。kehilangan kepercayaan pada kekuatanku ya。人中力になればいろんなもんなくして心ガリガリ。でもだからこそなくしたくないもんが光って見えてくる。心ピカピカ。美獣だけが力の元じゃねえ。OK? 美獣が入る前に入ったもんが光り出したら太陽くらいでかかったと気づく。大事。それこそが力の元だと気づく。お筋だからこそ俺は八尾を唯一コントロールできたと確信。ナルトの中にもその太陽がある。確信。しかもそれが二つもあるのが確信。二つ。そうだな。
確かに太陽みたいなもんかもしんねえ。渦巻きナルト、お前のその二つの太陽とは何だ。父ちゃんと母ちゃん。父ちゃんと母ちゃんだ。父と母、波風港と渦巻きクシナか。しかしお前が生まれてすぐに二人は死んだはずだ。このキュービの力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。キュービの封印を開くと、母ちゃんが俺に会いに来るようチャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。俺のために。ミナトめ、ただでは死なんと思っていたが、やはり自分の息子のためにそんなことを。そしてこの力をくれたとき、母ちゃんが教えてくれたんだ。16年前、父ちゃんには確信したことが2つあるって。確信したことだと？一つは、面をした男が事件の黒幕で、この先必ず災いをもたらすって言った。そんで二つ目、それを止めんのが人中力としてキュービの力をコントロールした俺なんだって。ミナトはお前に全てを託したということか。己が救世主ではなかったと。父ちゃんが自分のことを救世主と思ってたかどうかは分かんない。けど俺の師匠は父ちゃんを予言の子、救世主だと言った。さっき言ったことを覚えているか。その救世主ミナトは死んだ。これを失敗でなかったとお前は言うのか。確かに父ちゃんは死んだ。母ちゃんと一緒にその敵とキュービから木の葉の里を守り抜いて、俺を守り抜いて。ほんの一瞬だったけど、その時に二人が俺にくれたすっげーいっぱいのもんがやりきれるんだって俺を信じさせてくれる救世主も俺に託したんだ。やはりナルトを生かせる方が忍びの世を守ることになるようだな。ミナトがそう信じたように、私もナルトにかける。俺もだぜ。バカ野郎、この野郎。バカ野郎、この野郎。お前の判断は。おお、makin bersemangat mereka akhir dong。相変わらずの機関棒だ。今度は私も。待ってくれ。ここは俺一人でやる。雷影のおっちゃんがやろうとしてることは俺にはわかる。ナルト。行くぞナルト。おお、lawan Rei Kage lagi nih, pakai Naruto sekarang。Oke, no, sebentar. Kita isi nyawa dulu, guys.Kelpi pintu salt pintu si nyawa dulu ya. Start battle. Kalahkan dengan ninjutsu. Sento kaisi. Dashi o shimi o suru na. Hagai ni zenryok de ikuto. Ucu sempo dan mantap ya. Mantap.Ucu Sempodan. Oke, sekali lagi Ucu Sempodan. Aduh, kena lariat dong. Oke, udah menang. Shobu Ari. Oh, dapat S ya, mantap.マックス状態で行く。この一撃で KO だ。
俺ってば、いろいろ託されてるもんがあっから。失敗はしねえ。おー、mantap guys。ライカゲのおっちゃんの言う通り、失敗したら救世主じゃなくなっちまう。だから失敗はしねえ。父ちゃんがそうしたように、救世主の父ちゃんから学んだように。わしなりに試してみたくてな、全力でやらせてもらった。このわしの最速パンチをかわしたのは波風港に続きお前で二人目だ。どうやら救世主は生きているようだ。お前の中で行ってこい。行ってこい、ナルト。雷影。戻るぞ。英雄か。ん？なぜあいつが木の葉において英雄と呼ばれるのか、その理由が少しだけ分かった。そうか。よし、バレマーカス、バレマーカスだ。多くの者が散った。多くの灯火が消えた。痛みは世に広がる。黒き意志が天を染める。今だけはただそこに眠り、忍びたちを休息せよ。Istirahatlah para ninja。日はまた昇る。Matahari akan terbit lagi ya。闇を照らすため、untuk menyinarimu dari kegelapan。Ketika kau sudah melihat matahari, ia akan datang secepatnya mendekatimu. Anak laki-laki seperti matahari berlari mengitari bumi. Futarino Taiyo, selesai guys. Oke.Oke guys, baik guys, mungkin sampai di sini aja ya videonya. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa di like, subscribe, dan komen. See you the next video. Bye bye.